はい、じゃあ、今日は、怪我しないための肩トレのポイントをお伝えいたします。で今日は2種目紹介するので、まず1種目目は、バーベルのショルダープレスから、で次にサイドレースに行きます。でこのバーベルのショルダープレス、ダンベルも同様で怪我の多いそのリスクとしては、バーの下、ダンベルの下に肘がないことが一番、怪我のリスクが高い。まあ、例えばこうなってるとか、横から見た時にバーの下に肘がこうなってたり、こうなってる、これが一番怪我のリスクが高いから、バーとかダンベルの下に必ず肘を持ってくるように。であと下げれば下げるほどいいとか、上げれば上げるほどいいっていうわけでもないから、肩の位置をしっかり落とした状態で腕が上げれるところ、理想は伸ばしきれた方がいいけど、これ関節の硬さによって変わってくるから、負荷が抜けないように押し込んだ位置で、もし曲がってるのであれば曲がった位置で全然 OK。 でこれが無理に上までバンザイをこういう風に上げてしまうと肩甲骨が挙上しちゃうんで、この挙上した状態からこれ下げることによってここで肩を痛めてしまう。だから肩は落とした状態で、この上腕だけの動きで上下するように意識してみてください。じゃあ今日はこちらのマネジメントを反応していきます。でまず、はい、まずこのよくあるエラーの一つとして、足を開きすぎちゃう。で足を開くと上半身開きやすくなっちゃうから、これで肋骨が開いてしまって腹圧が入らずに肩が安定しないっていう、まずエラーが1つで、足をしっかりと閉じてあげて、 できればこれ足がつく方がいいんやけど、今多分こう足をこっちに太ももをちょっと骨盤の方に引きつけたら、ちょっと足が浮いた状態になるから、理想はこの状態でステップ台とかつけてあげる方がいい。でちょっと今ステップ台ないから足下つけてもらって、インナーサイズするときみたいに内ももをグッと締めてあげる。これ内転筋を入れる。でこのままバンザイしてきてもらって、これ以上は多分ちょっと肩の関節的に行きにくい。で結構この直角にしながらやる人多いけど、それが一番怪我のリスクが高いから、ちょっと角度をつけてあげて60度ぐらいに倒してあげて、この全然制限なく可動が取れる範囲の角度になるようにシートを合わす。でこの状態で下ろしてきた時に、この前腕がまっすぐになるように、開きすぎたり閉じすぎたりしないように前腕がまっすぐになるように、この手幅でも打たれたり、今やったらこの81センチラインぐらいに小指か薬指ぐらい、うん、そうで、バーをしっかり深く握りつけて、でまずこのままラックアップします。で完全にこの時はしっかり伸ばしきる、伸ばしきったバーの重さで肩を、そう、肩を落とした状態で、そう、制限のかからないところまで鼻か口ぐらいまで下ろしてきて、押す、そう、1、2、3、4、5、6、ラスト OK、 はい、若干ちょっと手幅広かったかもしれない、すいません、ちょっとこうなっちゃってたから、はい、はい、じゃあ実際に僕がやってるのをちょっと見てもらって、実際にやっていきます。Rolling like a big shot, got cleaned up and I only serve a big guy. Fresh start time, fresh new mind, free on the inside, free on the outside. Why you worry when you know that he gon' make a way? I done seen him make a blessing like 100 ways. Everybody got a time, a dog gon' have a day. Only running to the Lord, I never run away. Curving him, demons try to get me but I'm swerving him. Circle him, target in my flesh, I had to murder him. Satan only come to see you, George is like a burglar. はい、じゃあ次はサイドレーズ、みんな大好きなサイドレーズの解説をしていきます。で、まず、悪い例をこちらのマネキンがやってくれるんで、でまず一番よくあるケースとしては、ダンベルが先に上がってきて少しこう後ろに行くような軌道、こういう軌道、これだとあまりサイドに肩の横には効かない。でもう一つ膝を使う、
これテクニックとして使う時もあるけど、あの初心者の人はできるだけ使わないようにしてあげた方がいい。っていうのも膝の運動っていうのはこの重力方向に対しての負荷と同じ負荷がかかるから、例えばここでこう持ってあげるとちょっと一瞬無重力の状態ができちゃう。これで負荷が抜けちゃうから、あくまでも膝は使わないように上げます。でダンベルができればこの体の体側に対して真横というよりかはこの肩甲骨の面に対してこう上げていきたいから、だいたい30度ぐらい前になるように、少し前にダンベルを、ここに何か棚があると思って、その棚の上によいしょってこう物を乗せるようなイメージで、よいしょこんな感じで上げてくれたらいいです。そうそうそう。でもう一つのエラーとしてはこの胸が閉じちゃってちょっと巻き肩気味になっちゃう。そうなると肩が正しいポジションにないと肩のサイドの機嫌が悪くなっちゃうから、重たいリュックサックを背負うようによいしょで胸張って正面見てる。そうで、このままできるだけ自分の肩幅は広いぞって広い状態を作って、そう斜め前の棚の上にダンベルを投げる。そう1 2、そう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 、3 4、おーいいね、5、上手、6、OK。 以上。はい、じゃあやってみましょう。じゃあやってみましょう。Back like a boomerang, sitting on the throne like I'm the King Charlemagne. When I bring the bass, I come to shake the house. Yeah. はい、じゃあ今日の、怪我しないためのトレーニング2種目解説どうでしたか。よければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、まあ、怪我をしないために、トレーニングしっかり深く理論に基づいてトレーニングしてもらって、怪我のないように、トレーニング進めていってください。でまだ K2 の方の、チャンネルも、こちら登録お願いします。ありがとうございました。